皆さんこんにちは。今回の動画はですね、皆様にお願いというかお助けいただきたいというか情報をいただきたいというか、そんな感じのですね、ちょっとお願いの動画になるんですけれども、この動画を見てくださっている方とかチャンネル登録、僕のチャンネル、ね、登録いただいている方とか、バンプファンさんだったりとか、バンプファンさんかつこうギタリストの方とか いらっしゃると思うんですけれども、ぜひちょっとそんな皆様にですね、ちょっとお力をいただきたいなということがございまして、ですね、タイトルとか見ていただくと分かるんです、もう分かると思うんですけれども、藤原さんのこの手癖フレーズというは言われているこのギターフレーズがあると思うんですよ。で、その中で僕が紹介した動画の中で言うと、2本目の動画の、藤原さんの手癖フレーズっていうものがありまして、そちらの、フレーズに関してでございます。はい、よかったらですね、こちらの動画を見ていただけると分かると思うんですけれども、ですね、こちら の藤原さんの手癖フレーズ系はですね、ありがたいことにたくさんの方に見ていただいて、ご好評いただいているシリーズなんですけれども、この、2本目の、動画ですね、チャララ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 ラチャララチャラチャララララっていう、フレーズについてなんですけれども、ですね、皆様も、疑問に思っていることもがあると思います。それで僕もそれちょっとブログにも書いたりしたんですけれども、ですね、僕が紹介させていただいた、フレーズなんですけれども、ちょっと僕もブログでまとめたやつをちょっと見ながら見ますね。ウィルポリス2014っていうもの、映像が映像作品としてねあるんですけれども、それの DVD の、1時間4分3秒あたりの、フレーズなんですよ。そこのシーンぐらいのその時間帯の、シーンで、銀河鉄道、この島でね、演奏される銀河鉄道の前に、その藤原さんがリハーサルでコーヒー、リハーサル風景をこう撮ったのかな。そんな感じのシーンで、こう藤原さんがこう、チャーラン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 っていう、弾いてるところがあるんですけれども、僕が、動画内で、紹介したフレーズはそれなんです。それをですね、僕が耳コピーとか目コピーとかして、動画解説動画という形で上げさせていただいたんですけれども、たくさんお声をこういただくのがですね、藤原さんの手癖のロングバージョンを解説してほしいっていうのを非常に多くいただくんですよ。で、ちょっと調べたりとかしてみるとですね、こちらのその僕が紹介したフレーズの、ロングバージョンっていう形で、弾かれたりしてる、ギターをこう弾かれたりしてる方が、何名かいらっしゃる感じなんですよ。僕がこう探したりとか、弾いてるところ見たことある方ですと、数名の方が、そういうロングバージョンと言われているフレーズをですね、弾いてらっしゃるんですけれども、このロングバージョンって言われるものがですね、どうにも映像だと見つからないんですよ。その DVD を、このウィルポリス2014の、DVD をいくら見てもそこのシーンしか、そのチャーラララっていうフレーズが出てこなくてですね、これはどこなんだということで、ちょっとすごい僕も解説動画を出してほしいっていう風にね、ご要望をたくさんいただくので、どこかでこう見ることができたりとかするならばこうやれるかなと思ったりするんですけれども、それがどこにどこを見ても見当たらないという形でですね、ちょっと困っております。で、このいろいろそのね、生配信とかでもそういったことをちょっと聞いたりするとですね、一番その動画、藤原さんの手癖ロングバージョンって言って、この一番こうね、再生されたりとかされてる方の動画があるんですけれども、その方がですね、ライブ中にこう藤原さんがポロンって弾いたのを覚えてたりとかして、再現したんじゃないかとか、藤原さんだったらこうやって弾くんじゃないかっていうのをこう想像して弾いたんじゃないかとかっていうのがですね、おっしゃってる方も、たくさんいらっしゃったりとか、あとは一つ聞くのが、僕が見たのがウィルポリス2014の、ライブ DVD の DVD の方なんですよ。 DVD の方
で僕はあのブルーレイの方がですね、あの見たことがなくてですね、あの DVD じゃなくてブルーレイの方だったら、それが見れる、ブルーレイバージョンで見ることができますみたいなのも、よくあのお話を聞いたりするんですよ。なのでちょっと僕真相がすごく分かんなくてですね、あのなんていうんですかね、こうライブ DVD とブルーレイでなんか違ったり、収録内容違ったりするのかなとかね、あのいろいろこう思ったりとかするんで、まあ、僕あのブルーレイ見たことないんですけれども、なのでちょっといろいろあのこの藤原さんの手癖ロングバージョンっていうのが、この皆様はもうねそうかもしれないんですけど、非常に謎に包まれているあのフレーズでしてですね、だけど結構その皆様はこう、まああのもともと僕解説したねあのやつもですね、あの非常にこう弾いてて楽しいフレーズですので、こう皆さんもこう弾きたいと思われるねあのところだとは思うんですけれども、これがまたどこで見ることができるのか本当に分かんなくて、僕もちょっとシックハックしているんです。であのちょっとね、あの最近もあのちょっと藤原さんの手癖ロングバージョン紹介してくださいって、解説してくださいっていうですね、あのコメントを YouTube の方でいただいたので、これはもうやりたいけどどこかで見れないものかっていうんでですね、あの思ってですね、ちょっとあの皆様にこういう風にあのちょっとお話をですねさせていただいてるんですけれども、もう本当にぜひあのここで見れることができるとかですね、あのなんかそういう情報があればですね、本当にあの皆様、あの僕のニコル、僕のうちにいるニコルと共にこうちょっと本当にあのお願いをさせていただき、本当にあの知ってたらぜひあの教えていただけると嬉しいです。あとはこう知らないけどこういう風なあの考察、この藤原さんの手癖ロングバージョンに対するあの考察ですね、あの皆さんが考えるあのね、あの弾いてる方があの想像で弾いたんじゃないかっていうのが有力ですみたいなとか、あとはこういうのライブで見たことありますよみたいな、映像じゃなくてもライブでこんなん弾いてるところね、あの見たことあるんで それじゃないですかみたいな考察的なものとかもですね、あのぜひあのもしよければあのコメント欄の方にいただけたりとかするととても嬉しいです。なのであのちょっと本当にね、こればかりは本当にあの本当にね、あの見つけることができなくて、あのね、あの本当にあの辛いとまではいかないですけど、そんな感じであの日々過ごしております。あのなのであのぜひあのそれがもし今まで発売したライブ映像とかの中で見ることができるのであれば、あの僕はそれをちゃんと見てですね、あの解説動画作ったりしたいと思っておりますので、ぜひですねあの皆様のお力をですねお貸しいただけたらなと思います。はい、すげえずっとお願いしてばかり あの動画でちょっとあれだと思うんですけども、本当にあの情報提供あのお待ちしておりますので、ぜひ知ってる方でこうなんじゃないかという考察ある方、ぜひあのコメント欄で教えていただけると、僕だけじゃなくてあのバンプファンの方はあの非常にあの喜ぶと思いますので、ぜひ教えていただければと思います。はい、そんな感じでですね、あの今回の、動画、お助けいただきたい動画は終わりでございます。はい、またよろしければ、あの今後とも動画見ていただければと思いますので、ぜひあの藤原さんの手癖っぽいフレーズ何個かあの、ね、あの紹介しているので、あのよかったらあのそちらを楽しみつつあのです、ね、探していただければ非常に嬉しいです。はい、そんな感じで今回の動画を終わろうかなと思います。ぜひ皆様お力をお貸しいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ、またね。